ジェームズ・フィッシャー・ロビンソンは19世紀アメリカ合衆国の政治家、弁護士であり、第22代ケンタッキー州知事を務めた。これは仙台知事ベリア・マゴフィンが任期途中で知事を辞任したことに伴うものであり、残り任期約1年間を務めた。マゴフィンはアメリカ連合国に同調的なものであり、ケンタッキー州議会領員で、 連邦主義者が絶対多数を占めるようになった1861年の選挙以後は次第に実行力を失っていた。孫フィンは後継者を自分で選ぶことを条件に知事を辞任した。孫フィンはロビンソンを選んだ。ロビンソンは政治的にアメリカ合衆国からの脱退にも奴隷制度の廃止にも反対していた。北部の同調者だったが中道だと考え、 逃亡奴隷法や黒人兵の徴兵に反対した。州上院議員として、クリテン連打協を支持し、南北戦争に反対した。州知事としては、エイブラハム・リンカーン大統領の奴隷解放宣言に反対したことで、リンカーン内閣から批判を受けた。知事退任後は、政界から遠くなり、1882年10月31日に、ジョージタウンで死んだ。 ジェームズ・フィッシャー・ロビンソンは1800年10月4日に、ケンタッキー州、スコット郡で生まれた。父は、ジョナザン・ロビンソン、母はジェインだった。先祖をたどれば、イングランド人とスコットランド人だった。幼い時の教育は、施設家庭教師から受け、その後長老派教会牧師のロバート・マーシャルの教えを、受けた。フォレスト・ヒル・アカデミーとトランシルベニア大学に入学し、 1818 18年に卒業した。兄弟のジョン・マック・ラ・ケン・ロビンソンも同じ大学を卒業し、イリノイ州に移転して、同州選出アメリカ合衆国上院議員を2期務めた。ジェームズ・フィッシャー・ロビンソンは、ウィリアム・ティー・バリーの下で法律を学び、法廷弁護士に認められ、ケンタッキー州ジョージタウンで法律実務を始めた。1821年12月29日、 最初の妻、ジョージタウンのスーザン・マンセルと結婚した。夫妻には息子と娘一人ずつが生まれたが、スーザンは1835年に死んだ。ロビンソンは1839年3月21日にスコット軍のウィリナイス・ハーンドンと再婚した。この夫妻には8人の子供が生まれ、そのうち7人が成人した。ウィリナは1861年に死んだ。ロビンソンの性歴は、 ホイック島からケンタッキー州上院議員に無投票で選ばれた1851年に始まった。次の選挙では再選を求めなかったが、1861年には挑戦者のジェームズ・ビーベックに勝利して再度上院議員となった。1861年9月2日に上院議長に選ばれたが、数日後には辞任した。1862年8月16日、 ロビンソンはベリア・マゴフィン州知事の辞任に伴う政治取引として再度上院議長に就任した。1859年にマゴフィンと共に当選したリンボイドはその年の暮れに在任のまま死亡しており、州知事を承継する次の順位である上院議長職にあったのはジョン・フィスクだったが、マゴフィンはフィスクを好まなかった。マゴフィンは上院がロビンソンを議長に選んで、 承継順位第一位にするならば、辞任すると提案した。その提案通りにことが進み、1862年8月18日、マゴフィンが辞任し、ロビンソンが公認となった。ロビンソンの知事在任中も南北戦争が進行した。その間に南軍はケンタッキー州に進行してきた。ロビンソンは州民を守るために、州の民兵隊を再生する目的で、 税率を上げた。この戦争が州内の公共教育に与えた影響も心配だった。衆議会に対して特に戦争で破壊された地域の学校の状態を調査するよう求め、また農学校や機械系カレッジの設立について林間安政権が提案している土地の提供を受け入れるよう奨励した。年1月1日時点でロビンソンは この分裂したケンタッキー州から北軍を援助するために兵士4万4千人51個連隊を送ることができたと誇らしげに述べていた。これと同時に連邦、そのような例として州内での戒厳令の制限や市民に対する人身保護令状発給の差し止めを挙げていた。リンカーンの軍事的な必要性は憲法の制限では測れないという主張に対して、 軍事的な必要性が憲法の制限で測れないならば我々はもはや自由の民ではないと警告することで答えた。ロビンソンは州知事の任期が明けるときにその後継者であるトマス・イー・ブラムレットを支持した。ロビンソンが知事である間に挙げていた憲法上の問題の多くはブラムレットが知事である間の政治的討論で形作られた。 ロビンソンが陰性したカードオーム・ロビンソンは知事を退任した後、スコット軍にあった一家の農園、カードオームに引退した。政治的には全国的な動きから疎遠になったが、1864年、アメリカ合衆国大統領選挙では民主党のジョージ・マクレランを支持した。ジョージタウンのファーマー銀行頭取を務め、ジョージタウンカレッジ理事会の議長も務めた。 1873年12月1日、3人目の妻として、ジョージタウン出身のキャロライン・キャリー・ヘニングと結婚した。キャリーは36歳年下だった。ロビンソンは1882年10月31日に死に、ジョージタウンにある、ジョージタウン墓地に埋葬されている。スミス、ジョン・デビット、ジェームズ・カイ・ロビンソン。イン・ロー・ウェル・エイチ・ハリスン、ケンタッキー。 エスガバナーズ、レキシントン、ケンタッキー、ザ・ユニバーシティ・プレスオブ・ケンタッキー、ISBN0 から813123267。ありがとうございます。